鬼火は、吉谷信子の短編小説。1951年に執筆され、吉谷はこの小説で、同年の女流文学者賞を受賞した。1956年には、中央公論社で、単行本化され、同年には東方で映画化された。現在は、講談社文芸文庫、鬼火底の抜けた被釈に収録され、刊行されている。 生活に困窮した人妻がガス会社の集金人に、料金と引き換えに肉体を要求されて、死を選ぶという内容の短編小説である。異様さを際立たせる語り口で書かれており、後に、中島川太郎、木田純一郎編、現代回帰小説集に収録されるなど、スリラー小説とみなされる傾向がある。また、この小説の映画版も、公開当時の、 キネマ巡報作品データでは階段風スリラーと紹介されている。映画版は千葉康樹監督により東宝が1956年から制作を開始した中編映画路線ダイヤモンドシリーズの第一回作品として制作、公開された。このシリーズで作られた作品は他に同じ千葉監督による高人物の夫婦、下町、像、新しい背広、 生きている、小平寺東大などがある。小説は困窮したヒロインが、ガスの集金人に肉体を要求されて自殺するまでの物語がメインになっているが、映画化にあたって、千葉と脚本の菊島隆三は、ガスの集金人の日常描写と困窮する夫婦のドラマを新たに加えるなどの脚色を施した。主人公の集金人を演じた加藤大輔は、 翌1957年のヒット作、大盤でも、千葉康樹と組んで、再び主演俳優を務めている。鬼火は、1956年7月5日公開の、日本映画である。千葉康樹監督、東方製作、配給。白黒映画、スタンダードサイズ、5巻、1271メートル。音楽の伊福部明は、本作などで、 第11回毎日映画コンクール音楽賞を受賞した東京の下町ガス会社の集金人中七は集金に行った留守宅から押し売りを追い出し戻ってきた家の女からタバコを一箱お礼にもらって今日はとても調子が良いしかし仕事仲間の吉川や職人の吉太郎にタバコを振る舞って上機嫌なのもつかの間次に集金に向かった金持ちの家では 主人の水原が女中を手ごめにする現場を覗き見てしまい、激怒した水原に会社に電話して、貴様を首にしてやると脅迫される。気分を害した中七は、吉川にガス料金を滞納している家を紹介してもらい、野原の中にある一軒の荒れ果てた家に向かう。かつては、羽振りが良かったが、今は没落しているという、この一軒家には、病気で寝たきりの夫と、 彼を介護する妻の二人が暮らしていた。中七は滞納した料金を払わないとすぐにガスを止めると同活するが、この夫婦にとってガスコンロは寝たきりの夫に煎じた薬やお粥を作って与えるために欠かせないものであり、ガスの供給が止まることは死を意味していた。ところが、介護と困窮する生活にくたびれ果てて、 何日も着古したままの浴衣を身につけているが、まだ美しさを保っている妻の広子を見て浴場した、中七は、ガス料金の支払いを待つ見返りに広子の肉体を要求して帰っていく。背に腹は変えられないと、きっと広子がやってくるものと信じて疑わない中七は、銭湯で髭を剃りながら、広子を犯す、みだらな妄想にふけり、上寿司を出前で取り寄せる。しかし、深夜になって、 ようやく現れたヒロコは、昼間と同じ浴衣に寝たきりの夫のくたび入れた帯を締め、ただ、ひたすら体を許すから、ガスを止めないでくれと中七に懇願するのみだった。そして、中七が、その懇願を受け入れて布団を敷き明かりを消すと、恐怖したヒロコは慌ててその場から逃げ出して、そのまま戻ってこなかった。翌日、激怒した中七が何としても、 料金を徴収しようと再び一軒家を訪れると、ひろコは夫を殺し、自らも夫の帯で首を吊って死んでいた。ひろコの死に顔は中七を睨みつけ、その足元ではガスコンロの火がゴーゴーと鬼火のごとく燃えていた。その姿を見て恐怖し反狂乱になった中七は、ひろコへの謝罪を叫びながら、夕暮れの河原の道をどこまでも逃げていくのだった。ありがとうございます。